こんにちは、ケイショです、今日も5月の20日月曜日ですけど筑後の森に来ております。まあ1日ねちょっとここでレッスンなので、今日も頑張っていこうと思います。じゃあですね、プロネーションの勘違い、サーブで回転をかける方法っていう動画のコメントから、読んでいこうと思います。茶代さんからコメントをいただきました。スクールに通ってテニス歴1年です。どうしてもサーブが入らない、ガシャル、そもそも、やり方がよくわからないと悩んでいましたが、八尋コーチの動画に出会い練習の仕方は明確になりました。今回の動画もどう回転をかけているのかがよく分かりました。自主練の励みになります、ありがとうございますということで、コメントをいただきました。テニス歴1年かってことは僕が独立した後ぐらいか。そうですね、まあ、ぜひね、サーブって悩んでる方本当多いので、多いんですけども、やっぱ多い理由はっていうのは、やっぱ大きいのはあれですよね、その普通に打つことだけ考えたら、冷静に考えたらこうやって打った方が楽ですよね。ポーンって打った方が楽ですけど、まずコンチネンタルグリップなんだこれみたいな、こんな握りでやらないといけないのとか、スピンサーブ、スライスサーブ、フラットサーブってそんな回転の種類があるのかとか、プロネーションがあるのかとか、なんかいろいろ覚えないといけないことが多いので、大変ですよね。ただざっくり言うと、やっぱラケットをこう腕を、まあ、正しく効率よく使うなら、やっぱりその動きが必要だよねっていうのであって、効率を考えすぎてどうやったらいいかも本当わからんってなっちゃいやすいので、まずはちょっとシンプルに考えて、まあ、こうすれば回転かかるんだな、でプロネーションはね、ボールにこう何て言うか、パワーを加えるためとかではなく、とりあえずこの本来ラケットっていうのはこう今、僕の頭の左下から右上に上がってるんで、本来この後左下が右上に上がったラケットはこうやって円を描くように、まあ、遠心力かかるんで、まあ、この遠心力をかけようと思った時に、こうなるのかこうなるのかで結果変わりますよね。まあ、そんな感じで当て方だったり、重みの流れの、まあ、自然なことを考えると、まあ、こういうのは大事だなみたいな。まあ、今の説明どうかなややこしくなったかもしれないですけども、はい、まあ、いろいろね、こう、まあ、言わないといけないことがたくさんあるので、まあ、一つ一つ分解して、最初からもう0から100まで全部説明したらわけわかんないので、0から100の中でも、まあ、とりあえず今回は10のところに絞って10だけ伝えるかとか、で次はじゃあ50のところ伝えるかみたいな、そんな感じで、伝えておりますので、参考になれば他の動画もたくさん見ていただければと思います。秋太郎さんから、コメントをいただきました。いつもありがとうございます。スピンサーブシンプルに考えてできそうな気がしてきました。セカンドサーブは特に後ろ気味にトスアップするので、スピンサーブが有効なのが、分かる気がします。なんとなく入れてるスピンサーブ、セカンドサーブをスピンサーブを打つ意識で練習したいと思いますということで、セカンドサーブでね、スピンサーブが打てるとやっぱ何がいいかっていうと、ファーストサーブ自信持って打てますよね。ファーストサーブこうバシッと打って、セカンドサーブが入るか入んないか分かんないってなったら、ちょっとファーストサーブ強気になれないと思うん で、逆にセカンドサーブがもう思いっきり振っても入るんだったら、ファーストサーブも全力でフラットサーブ打っても大丈夫ってことね。はい、まあ、僕の場合は安全志向なので、ファーストもセカンドもしっかり入れに行こうと思うんですけども、まあ、まずはね、自信持ってサーブが入るように、ぜひ回転をかけて打てるスピンサーブ、練習していただければと思います。じゃあですね、マイクロチャビンさんから、コメントをいただきました。私はてっきり、ボールを打つ瞬間にプロネーションしないといけないものだと勘違いしていたので、曲げた腕が、伸びる途中でプロネーションしながらボールを打っていましたが、それでいつもサーブが不安定だったので、ボールを打った後にプロネーションするイメージやっていますということでコメントいただきました。これ本当プロネーションを勘違いして全然安定しない方っていうのは本当にたくさんいるので、まあ、実際にはね、その打ちながらボールが当たりながらプロネーションすることももちろんありますが、プロネーションが早すぎて回転全くかからず右にぶっ飛ぶみたいな人もたくさんいるので、ぜひね、ボールが
特にそのスピンサーブの場合って肘を曲がここから曲がった肘が伸びてる最中に当たって飛んでいったっていうのをしやすいので、あの肘の曲げ伸ばし、まあ、実際には肩が動いて肘が伸びて腕が回ってっていう順番があるとして、肩が動いて肘が伸びてる途中に当たって飛んでったから腕が回されたっていう順番をしっかりイメージできれば、まあ、間違いにくいかなと思います。ぜひ参考にしていただければ。では、キューちゃんさんからコメントをいただきました。エローチ、いつもためになる動画をありがとうございますということで、コメントをいただきました。またね、こうやってたくさんの方が、なんだよ、まあ、悩みが解決できてるのは、すごく嬉しいので、まあ、悩み、動画を見て、あ、悩み解決したと思ったけど、実際やったらあれうまくいかなかったのなんでだろうってなった場合に、また質問していただければいいと思うので、まあ、何かしらこう、考えを見直すきっかけになってくれてたら、嬉しいかなと思います。じゃあですね、カズイスさんからのコメントを読んでいきます。エローチ、質問させてください。ということは、回転をかけないフラットサーブはプロネーションしながら打球、一方、スライスおよびスピンサーブは打球後にプロネーションが起きるという理解で正しいでしょうか。つまり、フラットサーブは肩回線の全開放、一方、スライススピンサーブは打球時に少し回線を止める力をかけるという違いがありますでしょうか。ってことで、少し回転を止める、回線を止める力をかける、っていうのは、回線を止める力をかけるというのは、最後がちょっと今パッとよく分かってないんですけども、とりあえず、フラットサーブはプロネーションしながらします。フラットサーブに関してはボールに対してプロネーション、ざっくり言うとこのなんですね、こうフレームからボールに向かってる感じから、フレームから向かってたと思った値となって面が開いた、で当たって飛んでって反対に向いたっていうような感じがフラットサーブだとして、ただね、スピンとスライスだと打点のこの左右がちょっと違うので、スピンサーブの方が伝えやすいんですね。スピンサーブは肘が曲がってて伸びてる時に当たった、飛んでってプロネーション起きたって言いやすいんですけど、スライスの場合打点が右にあると肘が早く伸びるので、肘が伸びて当たったプロネーションしたと言えるので、どちらかスライスは割とプロネーションしながら押す感じが、まあ、強くなるんですけど、どうしてもね、このさっき言ったように本来ですね、このボールに対してこう払うようにプロネーションしながら打ってもいいというか、打った方がパーが出るんですけど、パーが伝わるんですけど、プロネーションの意識が強くて早すぎる方が多いので、プロネーションは勝手になってしまう状態にするために、プロネーションかけずに当てて飛んでった後プロネーションしてと思ったら、映像を撮ったら意外とプロネーションしながら打ってるように見えるなみたいな、そんな感じになる方もいると思うんですよね。まあ、ただそのプロネーションしながら打たなくても回転したらかかるので、特に回転がなかなかかからないとか、スピードじゃない、安定しないなっていう方は、プロネーションの意識をまず一回なくした方がいいと思います。安定感はめちゃくちゃあるんだけど、もうちょっとパワー欲しいなっていう方は、初めてそこでプロネーションの意識を持っていけるといいと思うので、どのタイミング、そうですね、その人によってタイミングが違うかな。じゃあ、そんな感じで、次のコメントを読んでいこうと思います。ナインさんから、今回もエッセンスの詰まった分かりやすい動画をありがとうございました。プロネーションを難しいものだと考えがちでしたので、打った後に自然と形になる程度と思い、もっと、打点に集中しようと思いましたということで、そうですね、打った後に回される、はい、これをどんどんイメージしつつですね、どうしてもね、こうサーブイコールコンチネンタルグリップでプロネーションっていうのが入ってくるんで、その意識が間違ってる方が結構多いので、間違ってる場合に、注意しないといけないよねって感じです。じゃあその話で、サーブのプロネーションは勘違いが多いっていう動画のコメントで、また別のやつですね。ミキューさんからコメントをいただきました。あれ？これ昨日読んだやつかな？あ、でも9時間前。
これ多分ですね、あの二級さんコメント今日の5月20日のタケルームのコメント読みで読んでるんで、見ていただけると思います。あのサーブが重い、あ、サーブじゃない、ラケットが重いんでプロネーションできないんですけどって話を、されてて、まあ、それに対してこうするといいですよって話をしております。じゃあですね、愛知県のお客様っていう動画のコメントで、ニヤバシダさんからコメントいただきました。ボレーの劇的ビフォーアフターを初めて見た気がします。ヤヒロマジックここにも健在ですねということで、そうですね、あのボレーのビフォーアフターっていうのは割とですね撮ってる方いるんですけども、割と YouTube で紹介してる時はなんだろう、いろんなショットやったけどとりあえずフォアハンドだけビフォーアフター上げてる方も結構いるので、はい、そうですね、初公開かな、ちょっとよく覚えてないんですけども、参考にしていただければと思います。ですね、サーブのトスがちゃんと上がりません、正しい上げ方を、伝えますっていう、あのトスの上げ方の動画のコメントで玄武さんからコメントをいただきました。論理的な説明でよく分かりました、ありがとうございますということで、トスはねやっぱね結構悩まれてる方多いので、この動画、そうですね、この動画を見てる方って結構多いですね。はい、ぜひね、あのトスがやっぱね安定しないとサーブ怖いなと思う方もいると思うので、ぜひ、トスを安定して、サーブが打てるように練習していただければと思います。じゃあですね、テニスがなかなか上手くならないあなたへっていう動画のコメントで、秋太郎さんからコメントをいただきました。いつもありがとうございます。以前試合に出始めた頃勝てなくて落ち込んで、やっぱり勝つためのテニスが、必要だと感じたことがありました。でも究極はテニスが楽しい、ゲームが楽しいことが幸せと、感じるようになると、結局基礎の打ち方の改善が全てをカバーするように感じてきています。そうですね、打ち方が改善すれば、まあ、長くテニスできるし、結局試合になった時に何が必要なのってなった時に、なんだろうな、例えばそのこの場面ではショートクロス打った方がいいよねって思ってるけど、そもそもそこ狙いないんですよねって思う方は多いと思うんで、それだったらその打ち方を変えて、そもそも狙いたいところにコントロールできるようにするっていうのが、すごい大事になってくるので、まあ、そういう意識で、練習ができると思っています。私は、残念ながら5分では変わりませんでしたが、テニスができない日も以前より熱心に考えながら素振りもするようになったし、何よりテニスをもっと楽しみになりました。幸せのコスパは本当にいいかもですということでコメントいただきました。そう、秋太郎さんね、本当あの元々持ってる癖がかなり強かったので、確かに5分じゃね、ちょっとさすがにうまくいかないって感じですけども、正しい方法を理解した上で反復練習の時間、数を、増やしていけると、まあ、あの秋田さんは必ず良くなると思っているので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。またあのお会いできることを楽しみにしております。じゃあですね、キックサーブ楽に打つための方法を伝えますという動画のコメントで、バリオローフさんから、一番分かりやすいなということでコメント入れました。あの一言ですが、あります。まあ、ぜひね、やっぱ、特にあのスピンサーブ打ちたいなとか打ち方わからんなという方いると思うので、まあ、そういう方に届けばなと思って、動画を撮ったので、ぜひ参考にしていただければと思います。じゃあその話で、ね、今回の、コメント読みは終了になります。皆さんいつも、たくさんのコメントいただいてありがとうございます。またあの分かんないことがあれば、どんどん質問していただいて、答えていきますので、これからもよろしくお願いします。じゃあその話で、今回の動画終わります。まあ、次の動画でお会いしましょう。毎日、ボイシーとX も更新しますので、そちらのフォローも、よろしくお願いします。じゃあそんな感じで終わります。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしてもあの予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていうあの時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国には、たくさん、悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、なんでもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。
で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、まあ、そういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、分かんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。